体脂肪 3% 台を目指す男。はい、こんにちは。今日なんですけれども、体脂肪 3% 台計画、経過報告をしたいと思います。人間の体は体脂肪 3% 台になるのかというね、実験を相変わらず行っているんですけれども、今日はですね、その経過報告をしたいと思います。はい。でですね、今日なんですけれども、前回の、6% 台突入したという時から、1ヶ月経ってないんですよ。まだ。まあ、約20日間なんですよね。20日間の経過報告をしようと思います。それはなぜかというとですね、昨日の段階でケトジェニックダイエットを終了したんですよ。それでこれから先はケトジェニックダイエットはしないで絞り切るので、あとはその体脂肪がね、今すごくいい感じで落ちているので、体脂肪 3% 台計画動画は、あと1回、やって2回ぐらいだと思うので、まあちょっと動画にしとこうかなと思いまして、今日紹介したいと思います。前回の結果はですね、体重 66.3kg。で、骨格筋量が 35.2kg の体脂肪率が 6.9% という風な感じになっておりましたが、今回はね、結構変わったです。結構変わりました。66.3kg から体脂肪 6.9%。で、今回はもう1段階落ちました。いい感じになってきたかなと思うんですけれども、5日6日ぐらいは体重の増減もほぼなくて、ちょっとね、その停滞期じゃないですけれども、まあそろそろそのケトジェニックダイエットで絞る限界ってここなのかなと、僕の体は言っているはず。前回から約20日間の9月9日、今日の結果です。はい。体重が 63.8kg。で、骨格筋量が 34.7kg の体脂肪率が 4.2% となりました。4% 無事突入しました。っていうか、あと 0.2%、まあ 0.3% で 3% 台に突入するというふうな感じの結果になりました。ちょっとそのケトジェニックダイエットプラスカロリーをケトやりながらもアンダーカロリーで抑えていたので体重の減りが早かったのかなとは思います。体脂肪率すごいよね。まあ 6.9% が 4.2% になって、これいつもなんですけれども、測る時っていうのは僕が行ってるねジム、渋谷のカルチャーワークスなんですけれども、そのジムの、インボディで測ってるんですよ。トレーニング終わった後に必ず測るので、まあどっちも大体同じぐらいの感じです。はい。もうすごいよね。やっぱ 2.5%? じゃあもっとだ。2.7% も体脂肪率は落ちているっていう風な感じです。ということで、こんな感じで落ちております。まぁちょっと体を見せて、前回の体と比較していきましょう。でね、ちょっとカメラのレンズが変わったので、ちょっと画角が変わってしまうと思うんですけども、はい、とまあこんな感じでございます。で、お腹の血管もね、だいぶここら辺まで走ってきてまして、体脂肪率 5% ぐらい、5、6% ぐらいからお腹の血管がこう、下っ腹以外からも、こうね、入ってくるような感じだなと思いました。はい。まあ、こんな感じです。はい。で、今年は、まあコンテストに挑戦しますというような話をしているんですけれども、まあ、あとね、体重で言うと、まあ、1キロから 1.5 キロぐらい落として、様子を見ようかなと思ってます。どのコンテストに出るのかっていうのは、まあ、前回の動画で話した通り、まあ、まだ選んでいる最中なんですけれども、まあ、今月の半ばぐらいにはどのコンテストに出るのか発表できるかと思いますので、よろしくお願いします。体脂肪率 3% 計画は無事、順調です。頑張ります。それでは